午後2時40分ごろ、釧路空港の職員から消防に訓練機が滑走路を逸脱し芝生に入ったと通報がありました。航空大学校によりますと、訓練機は滑走路に着陸後、そのまま止まることなく離陸するタッチゴーという訓練をしていたということです。当時、機内には3人の訓練生と教官1人が乗っていましたが、いずれも怪我はありませんでした。釧路空港などによりますと、 この影響で滑走路はおよそ1時間半閉鎖され合わせて7便に遅れや欠航が出たということです。